チャンネル今日の動画はコブですはい、えー、じゃあコブの解説ですね、えー、今日はやっていきたいと思いますかなりあの実践的なあ滑りをしてますので、えー、マニアックな話になってくると思いますじゃあ1本目の動画は板を雪に貼り付ける動作でございます、えー、僕がどんな風に動いてその スキーを雪に貼り付けているかというところを解説してますのでご覧ください。 いかかがでしたでししたょうか補足になりますけどもやっぱりそのコブはリズムがね、えー、一定ではありませんので、まあ、そのリズムが速くなる遅くなるというところでその動かす体の部位膝下あとは腰下っていうところでその使い分けをしています大事なのはテロップで書いたその動作はもちろんそうなんですけども うんと一番は、その足裏で感じた抵抗感。それがやっぱりその一番大事で。それに合わせて、板が止まらないように体を動かすっていうのが、あのー、僕の中のセオリーになります。なので、動作をしたからといって、それがそのまま、あのー、使えるわけではありません。必ずその足裏で感じて、 そこからあーもらった抵抗を予測してどういうふうに、えー、板を貼り付かせていくかっていうところが大事になってくるんで、うん、とこの動作をしたからといって、えー、っとそのまま使えるわけではありませんので注意してくださいはいそれでは2本目ですこれはですね、えー、っと今言ったその足裏の感覚を大事にした結果あとはその目で見た情報 を予測した結果、ラインを変えながらあの、スピードコントロールをするっていう動画になります。では、どうぞ。 はいえー、動画ではですね、えー、縦目から入って横幅を出すようなあ流れになっていますでガスさンは雪がまず柔らかいので縦に行きやすいんですよで、えーっとまあ、ちょっと行った方はイメージできると思うんですけどもあの雪だまりがうーと切り替え付近にあるんですねでそこに板を縦に刺していくと とちょっとこう抵抗が強すぎてスピードが食われるスピードが落ちますで、えー、とスピードが落ちると板の抜け、えー、反発だったりあとはあ切り替えのところで見えるこの板の走りですね、うん、そういったものが少なくなりますので、えー、なるべくその雪だまりがない方向に、えー、と板を動かしていくと スキーの走っていく方向は縦目ではなくて横目になります。そうするとうバンクがありますのでバンクの中は雪が溜まってませんので綺麗な面で切り替えまで、えー、スキーを動かせるようになります。なのでこうターンスピードが上がってくるう抜けも感じられてきます。そしたらまた縦目に落としていくと。 それはまあ、あの、ずっと横でもいいですけど、あの、僕の場合は、やっぱりその、リズム変化というか、あの、まあ、よりその、縦に、えー、滑らせていきたいので、どうしてもその、同じリズムよりは、少しこう、ラインを変えながら、アクセントをつけていくっていう風に、まあ、滑ってるので、足裏で感じる抵抗感、あとはその、スキーの、 抜ける感触っていうのをよりその走らせていくというか変化も持たせていろいろなリズムで演技する違うな表現するっていうところがやっぱりこの僕のコブの滑り方なのでこういうふうに使っていきます。 かなりマニアックになってきてすいません。まあでもこれが僕の、うん、スタイルなんで、はい。えー、っと、やっぱその足裏の、うん、感覚、あとは板が止まらないように、えー、常にこう予測、あとはあ抵抗を感じながらあーラインを縦にしたり横にしたり、えー、使い分けて、えー、滑ってます。 はいじゃあ最後はあのー、リカバリーですねうーと。リカバリーはやっぱりこう縦目に行った時に結構もらうからな、あのー、抵抗が強すぎてうっと衝撃が大きくなってで板が飛ばされるとそういった時のリカバリーをー紹介します。じゃあどうぞ はいまあ、基本的にはね、そのストックのリングを前に常に出すと。僕はこう肘,肘使ってストックを構えてる。こうやって。手首だとねちょ、この辺が固まるんじゃないですか。リラックスできない。こういう感じでもう,う自由に動かせる。そうするとね、こう衝撃。 こうだともう上半身ガチガチになっちゃうんで、あのー、リカバリーできないミスしない人はいいよこれでもでも俺は結構ミスするんでもうこ,うこうやって滑る、うん、でえっとねっと基本的にダブルストックは僕の中ではちょっとダサいんでつきませんよっぽど大きくないとあリカバリーでね 練習ではいいですよ、ダブルストック。でも、これ癖になるから、ダブルストックって。なんで、えー、っと、なるべくダブルストックつきません。で、しっかりこう、リングを前に出して、リカバリーをー取ります。はい。うーん、まあちょっと、このストックはね、もう常に前に出しておいた方がいいのでね。えー、っと、リズムも取りやすいですし、 あとはポジション安定しますんで是非、えーえー、普段からあ意識をしてもらうといいかなと思いますはい、今回ですねえー、っとまあコブの動画にテロップを入れて解説をつけていきましたけども、えーっとまあ、一番大事なのはその足裏感覚あとはあ予測っていうところがすごく大事になってきます で、えっと、足裏感覚は、やっぱりそのエッチング、ね、うんと、荷重回線角付けっていう、その、動作あ、スキーを操作して、うんまあ、感じていくんですけども、これ、すごく大事です。なので、あの、僕、今シーズンの頭に、そのエッチング動作のレッスンをやってますので、それは、あの、 説明欄のところに、えー、とタグ付けしておきますので、ぜひそちらも合わせて、えー、活用してください。はい。じゃあ皆さん頑張ってコブを練習してください。